次に現場検証のシーン撮影が始まった。探偵役のグレーテルが兄様と共に手がかりを探しながら犯人を推測していくのだが、兄様、美味しそうなお菓子があります。今お茶を入れますね。ちょっとセリフが違いますよ。あのグレーテル、こっちに。汚らわしい女は私たちに近づくな。私探偵助手なのに。ダメです、全く台本通りにいきません。疑心が諦めに天を仰ぐと同時にくるみ割り人形が叫び出した。兄様とうるさい。お主の兄様などこうしてくれる。やめろ、触るな。役者が監督に立てつく気か。兄様に触れてみろ、お前を壊してやる。年寄りは大切に扱うべきだ。べき。グレーテルに徹底的に打ちのめされたくるみ割り人形はもはや監督としては役に立たなかった。仕方ない、まあぶっちゃけとてもうざかったので消毒です。今後邪魔されないように寺に放り込んで鍵を開けておいてください。いいですね、ザコ。はい。代わりの監督なら。疑心の言葉に暗鬼が手を挙げる。暗鬼、脚本は終わったのですか。全体の部分でいきます。ではもう出番のない人魚姫と役立たずな雑魚を好きに使ってください。you